スタンからね、歩いて8分ぐらいの場所なんですけど、ワインテイスティング、そういう場所があったんで飲んでいました。まあね、カリパスっていう2万ちょい払ってね、4日間美術館とか、公共交通機関乗り放題っていうのについてたんですけど、まあ、カリパスはね買わなくてよかったかなという感じです。まあ、もとい、まあ、今ね、まあ、世界一周第1弾じゃないですけど、まずはバンコクによってね、その後3ヶ月間ヨーロッパを、パリ、それから、まあ、違うか、イギリス、ロンドン、ね、1日で移動しちゃいましたけど、それからパリ、ね、でこれから、リヨンに行って、さらにポルトガルに行くと。でその後はね、まだ未定なんですけど、まあ、ドイツに行くのか、パリにも、フランスに戻るのか、あるいは他の国に行くのかね、ロンドンに行くのか分かりませんけど、まあ、旅行しながらね、ちょっと売れる商品、Amazon で売れる商品を探したり、まあ、どっかね、暮らしやすいいい場所ないかなって探したりしてます。で、今から、まあ、そうですね、私が49なんですけど、今からね、約30年近く前、まあ、実はこういうね、世界中を旅行しながら暮らすとか、まあ、世界中いろんなとこ行ってみたいなと、まあ、さらに言えば月に行ってみたいなとかね、土星に行ってみたいなとか思ってたんですけど、まあ、月とかね、土星はともかく、まあ、世界のいろんな国を旅行するのはね、今すごくやりやすくなったというのを思います。で、Amazon で稼ぎながら Airbnb で安い宿をね、泊まって、で Uber で言葉が分かんなくても行きたい場所へ連れて行ってもらって、ネットがあるおかげでね、安い航空券も、予約できる。まあ、多分、30年前だったらかなりのお金、ね、ないといけませんでしたし、旅行しながら稼ぐなんていうのはね、ちょっとインターネットが、できる前はなかなか夢物語っていうかね、よほどすごい人じゃないとできないと思うんですけど、まあ、今や、まあ、自分で言うのもなんですけどね、大したスキルもなく英語もできなくね、それでも、やってみようという勇気とね、勇気というか好奇心というか無謀さというか、そういうやってみようという気持ちさえあれば、世界一周しながらね、暮らすことができるようになっていると。まあ、これはね、日本に生まれて日本のパスポートがあるとか、日本語わかるから日本で仕入れができるというのが非常に大きいんですけど、まあ、この時代にね、日本人に生まれてラッキーだなと思います。まあね、世界一周できるぐらいのお金を貯めて、それから遊びながら世界一周という形を考えると、かなりハードルは高いんですけど、まあ、そうではなくてね、Amazon 輸出あるいはネットで稼ぎながら、世界旅行すると、仕入れ先探しながら旅行するという形であればね、ほんのちょっとの勇気と、やり方のコツさえ覚えれば、できる時代になってますんで、まあ、世界一周したいとかね、世界一周しなくても、まあ、そのね、ネットでどう稼ぐのか、稼いでみたいという気持ちがあればですね、まずは私の無料のメールセミナーをチェックしてね、どんな形で、まあ、世界を旅しながら生きているのか、あるいは、日本に住みながら、月2回、3回、どうやって海外旅行に行くのか、または海外旅行に行っても行かなくてもいいんですけど、まあ、会社をクビになっても困らないとかね、つまんない仕事を辞めて自分の、やりたいというか我慢できる程度の仕事で稼ぐにはどうすればいいのか、まあ、そういう情報を無料メールセミナーで、公開してますのでチェックしてみてください。ご登録をお待ちします。エンパイアカデミー堀秀夫でした。